一般人が知らないいとと恐ろしい事実とは穀物の入った瓶の上にネズミを乗せました彼は彼の周りにたくさんの食べ物を見つけて喜んでいました今では食べ物を探して走り回る必要がなくなり好きなだけ食べられるようになりましたしばらくして彼は食べ物を食い尽くし瓶の底に触れたことに気づきます今や彼は閉じ込められていてそこから出てくることができません彼が生き延びるためには 穀物ををもたららしてくくれるる誰かに頼らざるを得なくなります。彼は自分の好きな穀物をもう二度と手に入れることはなく瓶の中にもたらされるものは生き残るために何でも食べなければなりませんこのことから4つの教訓があります1短期的な快楽は長期的な罠につながる2物事が楽になってきて快適になってきているならあなたはサバイバルモードに陥っています3あなたが自分のスキルを駆使せず 安穏ととしてていいるならより多くのことを失っています選択肢を自らなくしているのです。4正しいアクションは適切なタイミングで取られなければならないそうでなければあなたが持っているいろんなものを失うことになるだろう人生の中でお気楽なものなんてありませんもし今がそうならばそれは価値がないかもしれません閲覧感謝役者後期深い深い指摘ですね今やっていることを何とか簡単くに解決 改善していき、金のなる木を捕まえることに集中しがち。その後の恐怖がこれですね。現状に止まらず、常に先へ、一歩先へ。だんだん人が離れていく人の特徴は何でしょうか正義を貫く人、とか、多くの人にとても慕われる人、いわゆる徳の高い人とか言われるような方々でしょうかこれらの人から人がだんだん離れていってしまうのは、いろいろな理由があります。 近寄りがたいとか自分の浅はかさが並んでいていたいとかあまりにも素晴らしい人なので差しで話が合わないというところでしょうかこちらはありがたくていろいろなお話を聞きたいですが向こうと対話にはなっていませんよねちょっと悪いなぁと思って引けてしまいます例えば何かに優れた高い知識などを持っていればこちらが教えて君でまとまりついているのは申し訳ないですよね 時間的にも失礼にならない適度な距離などを取らないといけないと思います。悪い方面で言えば、やはり月並みですが、人の悪口を言う人、約束を守らない人、嘘を吐く人などですよね。あなたに一番影響を与えている美の基準は何ですかヨーロッパ人の見た目が理想的な基準であるということです。男友達に、東南アジアの女性は、綺麗だけど、 白人、中東、ロシアの一般的な女性は比較できないほど綺麗だと言われたことがあります。アジア人の消費者をターゲットとするアジアの企業は自社製品の広告にヨーロッパ、白人またはユーラシア人のモデルを日常的に起用しています。 そしてアジアの服飾学校や医療ブランドはファッションショーでの披露の場で多くの場合白人やヨーロッパのモデルを採用します。ヨーロッパ人、アメリカ人、またはイギリスの観光客や交換留学生は単に白人であるという理由だけで王族のように扱われたり、無料のものや特権、特典を受けたりします。 またこれは認めたくはないのですが元彼は通りすがりの白人の女の子にその子が可愛いか可愛くないかは関係なく振り返っていました東南アジアの女性は HAPPA の赤ちゃんユーラシアを授かるために白人の夫を探すことがあります結婚相手が成功しているか 経済的に安定しているか教育を受けているか尊敬できるかは関係なく白人だというだけで必要条件をクリアしていることになるのです。私はアジアの美の基準が大好きですし感謝しています。アジア人の容姿は平均的なヨーロッパ人と比較して2等レベルだと考えるように洗脳されていて悲しいですし恥ずかしくもあります。 ですが本当はジア人の容姿はすっごく美しいのです目を開けて見てみればわかるはずですアゲマンだと思われる女性と付き合ったことはありますか数々の女性とお付き合いをして一番最後に出会った女性と結婚しました本当に私はダメ人間でした仕事も続かず転々とし 25歳の時にその後妻となる彼女と出会うのです私のことを理解してくれて励ましてくれて時には激励もそして仕事の在り方と人生の歩み方などかなり立て直されましたそして29歳の時に今の職場に入社するのですまたまた大きな壁にぶち当たりますそこで彼女は今ここで踏ん張らないとまた同じこと繰り返すよ 彼女の言う通りにしました。必死でした。そして今まで越えれなかったその大きな壁を乗り越えたのです。これかと思いました。その後仕事にも意欲が出てきて認められ管理者となるための国家試験も受けさせてもらえるまでなり必死で勉強して一発合格あとはトントン拍子に出世していきました。職場の人からもここまで人間として劇的に成長した人は見たことがない。 言われました妻と出会わなければ私は今頃何をして生きていたでしょうか?」。本当にあげまん女性っているんだなと妻からの一言「あんたはかなりの事故物件だったけどやれば出世できるのになぜやらないのかそれが不思議だった」とこの事故物件の人間からも将来性を見抜いていたようです。その一つに「事故物件なりにもちゃんと私の話を聞いてくれる人だった」らしいです。 人の話をちゃんと聞き入れる気持ちが大事なんだと、そして今、年収も上がりつへの恩返しをしています。